こんにちは、ウルトラランナーの宮子です。スポーツ MC の岡田です。今週も始まりました、ウィークリーラトリップ。山今週末は山の日ですよ。そうですよ、連休がね、はい、続いていくというか、まあ、そこからもうお盆突入ですから。本当ですね、夏休みだよっていう方も多いんじゃないですか。どんなご予定でしょうかね、夏休みは。まあ、いろんなところに出かけづらいかもしれないけど、まあ、ちょっとね、走りに行く予定とか立てたり、はい、どんな感じですか。いや、私はもう家でオリンピックを楽しんでますよ。なるほど、そういうことですね。まあまあ、オリンピックどうですか。あの、この1週間とかも結構見てますか。見てます。私もう女子バスケが、あ、バスケね、史上初のベスト4に入って、これがまたすごかったんですよ。残り15秒で逆転、スリーポイントね。なんかもうスラムダンク見てる気分だったの。あれ、もう本当にそんな感じです。ヒーってなりましたそうだよね、バスケやってるもんね。やっぱ確かに。どうでした。俺ね、普段見ないんですけど、やっぱね、野球とかサッカーって、あの、まあ、ああいうメジャースポーツをこういうね、やっぱね、国対国で見た時に、やっぱ日本の今回あの活躍すごいじゃないですか。すごいですね。そう、あの、結構前回の野球ね、はい、USA との、うん、日本との戦いも逆転がもう、そうだね、わーってなりましたねね、こうハラハラするのとかもね、まだ面白いですよね。いや、本当にね、陸上も面白いですけど、まだまだ他のスポーツも。そうですね、まだまだ続きますからね、引き続き、はい、オリンピック見て睡眠不足になりすぎないようにね、気をつけてください。まあ、今回もですね、ウィークリーラントリップ、はい、今週は4つの、まあ、ランニングシューズにまつわるお話をしていきたいと思います。シューズ盛りだくさん、いっぱいですね。いっぱいなんです。早速いきたいと思います、はい、まず一つ目はですね、アディダスから、はい、最新テクノロジーでございます 4D フォワードというシューズ、新たな新色が出ましたよというお話と、そしてその技術を使った 4D フォワードパルスという、ね、新しいシューズが出ましたというニュースです。これ前ね、出てましたよね、はい、前もね、みやこちゃんとね、一緒に紹介して、はい、まあ、その時はあの先行発売みたいな感じだったんですけど、うん、まあ、4D フォワードっていう、まあ、このミッドソールの格子状のね、はい、特殊な形、まあ、こちらが新色が発売されますということで、うん、8月12日から一般販売なんですけれども、まあ、新しいカラーで、ね、この見た目ですよ。すごいね、なんか本当にね、なんて言ったらいいんだろう、すごい近未来的というか、近未来的ですよね。だからもう編んじゃってるミッドソールで、まあ、その形状を使って、あの、衝撃を吸収して前に反発していくっていう、うん、まあ、そのものなんですけど、まあ、お値段がね、27,500円と、まあ、非常にいいお値段、うん、まあ、でもね、そういうだけの、あの、技術が詰め込まれているというもので、はい、でもう一個今回新たに出てきたモデルっていうのは、前足部が EVA なんだけど、そのヒールのところに今回のその 4D フォワードっていう、まあ、網目になった格子状のものをミッドソールが使われてるっていうことなんでございます。うん、なるほど。じゃあちょっとね、お試しじゃないけど、そうそうそう、うん、気軽にいけそう。なんか普通のランニングシューズとこういう格子状のもの完全に行くのは嫌だけど、なんかこの間を取ってみたみたいな。こっちはね、19,800円なので、もう結構なんかランニングシューズとしては、そうですね、うん、使い勝手も良さそうだし、黒と緑のこのビジュアルも結構、うん、かっこいいんじゃないかなって思います、はい、アディダスから新技術を搭載したランニングシューズでございました。続いて、はい、山の日といえば山ですね、トレランシューズなんですよ、はい、ブルックスから定番のトレランシューズ、はい、カスケリア16が出ました。すごいですね、うん、8月上旬からここから順次発売と、ね、っていうか16まで来てるんですね。そうなんですよ、バージョン16まで来てて、これがね、まあ、高強度で耐久性があり、はいはい、ビギナーの方から上級者の方まで履けるという、うん、素晴らしい素晴らしい、お値段も15,400円と、はい、素晴らしい素晴らしい価格でございますいや、なんかもうね、定番モデルだし、うん、もう一足持ってくといろんなフィールドで使いやすいモデルだと思うので、そういうのいいですよね。まあ、ファーストシューズもいいと思いますし、はい、ちょうど買い替えたいとかね、今もうトレイル楽しい時期ですから。あ、そうですね、山走って川にドボン、あ、最高だ。そうそう、スキーとともにね続いてですね、はい、ランニングシューズオン、お、行きたいと思います。オンからですね、うん、2つありまして、まずはすでに発売しているのがクラウドストラトス、あ、大人気のやつですね。そう、第2世代、これがね、8月5日に発売しましたよということで、はい、今回はですね、まあ、これあのクラウドテックのシステム、まあ、これ2層になっている部分が、うん、まあ、再設計されて、またちょっとね、見た目も変わりましたよね。確かによりクッション性が増して、うん、まあ、その走行性能が上がってるっていうことで、これもね、ヘリオンっていうミッドソール、あの、軽くて反発性があるものに、はいはい、あの、さらに変わってる、強度もあるっていうね、ものに変わったということで、まあ、同じくスピードボード内蔵していて、18,480円、はい、見た目結構変わりましたね、これねえ、うん、というか、やっぱオンもカラーが素敵ですね、毎回あのね、レディスの
あのカラーが ねちょっと青系が鮮やかで、これいいですか、欲しいなと思った。あ、これランダーウィメンズなんだってちょっと俺は思いましたね。そういうのもあるかもしれない、ね、そうすごいいいですよ、うん、ストラトス、まあ、かなりねまた人気のモデルがさらにアップデートされてより性能が上がってるっていうところと、もう一つはね、はい、山の日ということで、おまたこれそうなんですよ、クラウドベンチャー、こちらもねオンのトレランシューズクラウドベンチャーが第3世代になったということで、はい、これは8月12日から発売開始でございます、うん、これもねミッドソールに、まあ、スピードボードっていうのが搭載されてて、うんうん、前足部がスリングショットスピードボードって言って、はい、新しい分かれてるっていうかね、はい、まあ、複雑な路面でも、まあ、トレイルってこうフラットな場だけじゃないので、うん、いろんな路面に合わせるように分かれて枝分かれされてるつま先が、なるほどっていうようなものを使ったり、まあ、こちらもヘリオンにアップデートされてるっていうことなので、はい、軽くて反発性耐久性があるっていう、まあ、まさに本当トレランっていうフィールドにおいてはこのヘリオンっていう素材、うん、ぴったりなんじゃないかなっていう、さらにもう素材がアップデートされたので、うん、ぜひ使ってみたいという方もチェックしてみてはいかがでしょうか。続いて4つ目、はい、アンダーアーマーからアンダーアーマーフローホバー体感キャンペーンっていうのが始まります。ほう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 。こちらが UA フロー、UA ホバーっていうシューズがね、ありまして、シリーズがね、ありまして、はい、こちらを購入して30日以内だったら返品可能だし全額返金するよ、とにかく試してねっていう、すごい、もう自信を持って送り出し、素晴らしいじゃないですかアンダーアーマーさんからのキャンペーン、素晴らしいですね、はい、ちょっとなんかアンダーアーマーのシューズ履いてみたいなとか使ってみたいなと思ってたけど、うん、どうしようかなって思ってた方とかはなんかトライしやすくなりますね。そうなんですよね、うん、そう、私もねちょっと気になってるから、はいはい、これいいんじゃないかな、借りてみようかなって、まあ、って借りてみる感覚ですよね、なんか言うからが、まあ、そうだね、うん、買ってみてね、まあ、でも本当にダメだなってなって足に合わないなって思ったらね、うん、返品できるわけですもんね。これどこで買えばいいですか。これは、直営店か公式サイトで、なるほど、なるほど。8月1日から9月30日がフローシリーズ、ほうほう、9月1日から9月30日がホバーシリーズ。あ、じゃあちょっと違うんですね、はい、まあ、これ概要欄にもこのリンクを、ね、掲載しますので、その対象とかどういう条件だったら返品できるよとか書いてありますので、うん、ぜひチェックしてみてください。いや、盛りだくさんすぎるシューズ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 、すごいシューズ祭りですけれども、まあね、そのシューズがちょっと気になるといえばですよ、はい、ここからオリンピックでもう最後終盤のマラソン、いやー、ね、いよいよですね。いよいよですよ。8月7日土曜日には女子、はい、そして8日最終日には男子のフルマラソンがね、うん、行われるということでございまして、今日撮影しているこの金曜日には、はい、女子の1500の決勝、もう注目度がね、もうかなりぐんぐん上がってる、やっぱ田中選手。そうだよね、田中選手すごいね、すごいですね、自分の持ってる記録をどんどんね打ち破っていくっていう、はい、若いのにさ、レースの展開とか考えたりして、ね、すごいよ、かっこいいですもん、かっこいい、そうそうそう、本当に思います。1500m って距離ってさ、うん、まあ、もちろん走ってる我々もそうだけど、はい、学生って学校で走るじゃん、1500m っていう距離、はいはい、だからすごい分かりやすいよね。あ、そうですね、尋常じゃねえ速さだっていう、うん、あれを3分台で走るのっていやもうちょっと考えられないですもん、本当に。いや、もうね、かなりこの日本中を盛り上げて、ね、熱くしてますよね、やっぱアスリートが日々積み重ねたものに元気をもらえるじゃないですか。本当に、本当にどうですか、でもすみません、マラソン、マラソンね、女子男子と続きますけど、いや、でもなんか北海道天気見てたら暑くてちょっとそこ心配になったりもするんですけど、ね、そうなんですよ、うん、なんか今朝も見てたら東京より最高気温は高くなってましたからね。そうなんですよね、札幌大丈夫か。まあそのレースね、うん、まあいろいろと展開もあるんですけど、まあ、女子はそれこそ一山選手注目されたり、はい、暑さに強いって言われてるのが前田選手だったりするけど、うんうん、ね、まあ、どうなのかなっていうね、ね、ところ気になりますし、まあ、最終日8日に来るのが男子、うん、やっぱり注目はないでしょうか。うん、まあね、YouTube で、まあ、それがゴール、東京マラソンをゴールにするっていうような話だったんで、うん、まあ、マラソンを実質レースは引退するのかなっていう感じ。まあ、ここで最後にするっていう、ねね、ちょっとね衝撃だったんですけど、ね、知った時は。うん、まあ、なんかちょっと寂しい気もするけれども、そこに向けて、うん、背水の陣ですよね。ね、ここに全てを置いていくっていうような感じがするっていうので、ちょっと頑張ってほしい。熱い展開がね期待できそうです。本当ですよね、うん、どうするんだろう。最後にさ、分かるかな、このベアルファフライとかをさ、ゴールラインに置いて、うん、あ、何、普通の男の子に戻りますよ、ね、これ分かる、分かる、やばいです、分かるかな、分かりますよ、もうベアルファフライ置いて普通の男の子に戻るかもしれないですし
まだまだレース競技人生で続くかもしれないですけどね、ちょっとね応援していきましょう、はい、ということでオリンピックも終盤、ね、この最後の週末、皆さんともに応援していきましょうね、はい、あの応援メッセージとかもコメントに入れてもらってね、一緒にこういう風に楽しみたいと思いますとかって入れていただければと思います、うん、ということでこの動画面白いと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。